超臨場感映像研究室では、豊かなコミュニケーションの実現を目指して、革新的な立体映像技術について研究しております。例えば、ウェイトリフティングの選手とそれを見ている観察者がいるとすると、ウェイトリフティングの選手からは、さまざまな強度の光がさまざまな方向に走っています。私たちの目標は、この光の場を正しく伝える技術を確立すること。つまり、その場を作っているすべての光について同様に再現することにあります。この目標に対して、私たちは電子ホログラフィー方式と多視点立体映像方式の2つに着目して研究しています。電子ホログラフィー方式は、光の場を究極に正確に再現できる技術として期待されています。また、多視点立体映像方式は、電子ホログラフィー方式ほど要求の厳しい技術を使わずに、光の場を十分に正確に再現できる技術として期待されています。立体映像技術には、この他にも被写体を撮影する技術、撮影したデータを圧縮・符号化して伝送する技術が必要となります。そこで、これら技術の研究も同時に行っております。私たちは物体を見るときに物体からの反射光を見ることでそのものを認識しています。ホログラフィーとは物体からの反射光を再現することであたかもそこに実物があるかのように見せることができる技術です。物体からの反射光を記録したものをホログラムと言います。通常ホログラムには写真乾板などを用いますが、これでは静止画しか記録・再生することができません。そこでホログラムとして電子デバイスを用いることで立体映像の動画表示が可能になるのです。このような技術を電子ホログラフィーと呼びます。これが電子ホログラフィーによる立体映像を作り出す装置です。フルカラーの立体映像を表示するために赤、緑、青のレーザーを光源として使用していて、ここから立体像を観察することができます。こちらは CG で作成した地球と月の再生像です。普通のテレビに比べるとかなり小さいですが、電子ホログラフィー方式のディスプレイとしては世界で最大のものとなります。地球は月よりも手前の位置に再生されているので、顔を動かすと地球と月の位置関係が変化します。また立体映像を撮影してリアルタイムに伝送・表示する技術も開発しており、将来的には大画面化・高視域なシステムを目指して研究を続けています。超多視点立体映像技術の究極の目標というのは、ただ単に相手先の状況が見えるというのではなくて、実際の風景とか相手の人間とかというものが、これまで以上にリアルに感じられて、スムーズにコミュニケーションができるような環境を作るというところにあります。これまで世界最大級の200インチメガネなし立体ディスプレイを開発してきました。このディスプレイではいろいろな角度から高精細で自然な立体像を見ることができます。また実物大の車や実寸大の人物なども表示できるので、多くの分野での実用化が期待されています。F ビジョンと名付けたテーブル型 3D ディスプレイでは、テーブル上に置かれた実物と同じようにそこにあるかのような 3D 映像を周囲から観察できます。
さらに現在は実際の人や風景などをそのまま通信相手に伝えることができる多視点映像撮影システムや情報通信のための圧縮符号化技術も開発中です。遠隔地の人々との臨場感あふれるコミュニケーションの実現を目指し、平成25年度からは実験室から飛び出して撮影、伝送、表示の各技術を組み合わせた実証的な研究も進めていきます。